こんにちは。三軸自在の会主催、池上五郎です。皆さんは仕事が忙しかったり、苦手な人と話したりするときなど、日常のふとしたシーンでストレスを感じることはありませんか？そんなとき、誰にも気づかれずにリラックスできる方法が機能姿勢です。やり方はとても簡単です。ちょっとお願いできますか？今彼女はたったこれだけの動きで自分の体を楽にしました。この機能姿勢は例えばこんな場面で使います。嫌な体験から立ち直りたい、勉強などの抵抗感をなくしたい、人前で上がることが悩み、それではこれからこの人類史上最も簡単な健康法のコツをご紹介します。また機能姿勢の元となる三軸修正法の創案者池上六郎先生が、魔法のように見える体の調整法の数々を通して機能姿勢の可能性を紹介します。